こんにちは、大木町議員の馬場隆です。今日は無人島に海賊現るの話をしてみたいと思います。自己紹介させていただきますと、24年ぐらい前からパラオ、フィリピン、ミャンマーと事業を立ち上げて、現在はですね、日本に戻ってきて、大木町というところで議員をやらせてもらっております。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。政治や金融やですね、私が以前住んでいたところの体験談などを話しているチャンネルになります。よろしくお願いします。では、海賊、そうですね、無人島に私2年ほど住んでた話を他の動画でしたと思うんですけど、そこのですね、島に、1年経たないぐらいですかね、私一人ダビングのインストラクターとしていて、あとは、リゾートのスタッフがいた時の話なんですけど、その時私がお客さん 4,5 人ぐらいですかね、いてですね、のんびりとお客さんご飯食べて、私もご飯食べてシャワー浴びて、軽くビールなんか飲んでた時なんですけど、夜中10時とか10時過ぎぐらいですかね、小型のボートが来て、そうですね、6、7人ぐらい誰か乗っててですね、ビーチの方からビーチにボート止めて、上がり込んできたんですよね、島に。で、最初はうちのフィリピン人のメンテナンスのスタッフとなんか話してて、でそのスタッフが私のところ飛んできてですね、パラオ人がやや言っと言って、ボス出せって言っととか言うから、私が出てって、話に行ったんですけど、要は全部金出せとか言うんですよ。もうなんかもう、ただむっちゃ興奮してるっていうよりも、なんか見た目もうかなり酔っ払ってるっていう感じののが、男で来てですね、正直夜でそんなにその日月明かりも出てる日じゃなかったんで、もう目しか見えないっていう結構パラオの人肌濃ゆいですからね、もう目しか見えない、その中からわーわービーチでわめかれて金出せって言われて、ここリゾートで、コロールっていうメインの島にしかお金は置いてないから、ここは全然お金ないとか言って説明してて、でなんか本人たち曰く、なんかこの島は俺たちの島だとかっていうわけですよ。でいやそんなことないでって、この島うちの社長が所有しとる島じゃないとかって言って、いや違うとか言って、この島はペリリューの部族の島で、ここはうちらのファミリーが所有してる島だから、お前ら出ていけっていうわけですよ。でなんかその現地の人がそういう、見た感じパラオの人ですから、それもどうなんだろうとか思いながら、本部っていうかコロールのオフィスの方に電話するんですけども、夜ですからね、誰も出ませんよね、電話ね。ほんで知ったかんで、なんかわーわー騒ぎ出して、でそのうちお客さんの方に絡み始めてですね、レストランのところに屋根がある建物の方にまで来ちゃって、絡んでくるわけですよ、お客さんに。特にその時女性のお客さんが多かったんですけど、そうですね、ダイバーさん結構ね、7割8割ぐらい女性が多いんですよね。看護婦さんだったりとか、学校の先生だったりとかですね、結構真面目な仕事してる人、お医者さんだったりとかっていう方が多いです。それは関係ないんですけど、で、女の人とかに絡み始めたんで、私もスタッフ全員集めてですね、ちょっとパラオ人、その海賊がですね、お客さんに手出さないように壁作ってですね、手つないでスタッフで、壁作って、追いやってたわけですよ、お客さんにちょっかい出さないように、物壊さないように。で、そのうちわーわー言ってるうちに、向こうのちょっとパワーも切れてきたのかです、わかんないですけど、テンション下がってきて、で向こうは向こうで何か話してて、でどうしようかなと思って、向こうを綺麗させるのもあれだなと思って、ちょっとうちのスタッフに、もうビールも全部持ってこい言うて、ビールレストランであるビールを全部持ってこさせたんですよ。で持ってこさせて、桟橋がある船が泊まるところに、これビールみんなで飲もうよって言って、私
言ってですね、そのバラオジン連れて、桟橋の一番奥まで、お客さんに迷惑がかかんないように一番先端まで連れてってですね、でそこでみんなでビール飲んでわーわー言って、なんか飲んでるうちになんか私も仲良くなっちゃってですね、でまあまあ、結局彼らはまあそのまま朝まで、飲み明かして、でまあ桟橋でちょっと寝てですね、朝おとなしく帰りましたそんなことがありました。でその後私独立して近くには島のペリリューっていうところで、に住んだんですけど、そうですね、ペリリューに住んでて2、3ヶ月経ったらなんか見たことあるやつだよなとか思って、いつもつるんでる 4、5人のパラオ人がいるんですよ、若い20代30度もいかないぐらいの若いやつらが、でそいつらが私に話しかけてきて、おう、あそこの島におったやつやろとか言うてきたんで、はぁとか言うて、ほんでほら だいぶ前やけど島にいた俺ら覚えてないとか言うて、ビールありがとなとか言うわけですよ。あああの海賊かとか思ってですねそうです、まあその私が住んでた無人島からそうですね、カヤックで、まあ、距離にして、3キロぐらいところですかね、まあカヤックで、漕いで、まあ、1時間ぐらいで行ける島なんですけど、そこの住人でした。まあ確かにペリユ のその無人島は、まあ、地形的に言うとですね、地理的に言うとそのペリユっていう島の確かに管轄になってるんですよね。でまあいろいろペリーに住んでると、確かにその私が住んでたカープ島っていうところは、まあペリリューのそうなんです。パラオはですね、アメリカの統治時代になってからは州とか大統領とかっていうアメリカの制度が入ったんですけど、その前は州長が土地を管理してたわけです。まあ今も土地は結構まあ今ではそれこそその日本とかアメリカと一緒で、その台帳に名前、所有者とかですね、書類で管理をしてるんですけど、まあその時前、その前、アメリカの文化、いわゆるアメリカに統治される前は、州長が土地を管理してたわけですね。別に書類とか残さずに、州長がここはお前の土地って言えばその人の土地だし、誰も所有してないとこはもう、私の土地って、州長が所有してたわけで、まあその島は誰も住んでない島ですから、もちろんそのペリリューは4つ部族があって、まあ、部族っていうか村があって、その一つの村が所有してる 島だったんですよね。なんで、まあ、まあ後々ですね、社長にそういう海賊が来たっていう話をしたらですね、確かにあの島は、まあ、ペリリューの人たちから借りてるということでですね、まあ裏は取れたんで、まあいつらもまんざら嘘を言ってなかったんだなというふうに思ったんですけども、まあ一応社長としてはですね、話はそこついてて、結局その村の人たちに、村に対してですね、年間いくらっていうお金を払ってるので、その出ていけっていうのは、それはもう法律上守られてるから、それは心配しなくていいという話でした。だからまあまあちょっと結構複雑なんですよ。パラオはその州長制度も残ってるし、アメリカの法治制度も残ってるっていうところで、2つの制度がですね、絡み合ってる。まあいろんなですね、大きいイベントがあるとですね、大体国会の議員さんとですね、あと州長が大体イベントには招かれてですね、スピーチなんかもしたりします。で、土地の管理に関してはやっぱり州長さん、土地の管理とかお祭りとかに関してはですね、やっぱり州長さんが仕切ってて、まあいわゆる行政に関してはですね、大統領や、まあ、各その州知事が管理をしているというふうに、あと役場ですね、役場が、まあ、ステートオフィスって言って役場がありますので、そこで物事を判断している、まあ2つの制度が絡んでいる感じになります。ちょっと、海賊の話からずれちゃいましたが、まあそういう話でした。以上です。ぜひですね、こういったですね、海外での
体験談、まあ、パラオ、フィリピン、ミャンマーとかですね、ベトナム、タイとか住んでたことがありますので、そういう話、海外の話、もしくは私が議員しているので議員関係の話、議員とか選挙ですね、あとは金融、まあ、私がずっと証券会社働いてたのもあり、現在もずっと株や債券、為替などですね、いろんなもの取引してますので、そういった話もしてますので、ご興味ある方はぜひ、チャンネル登録、また他の動画も見ていただければと思います。それではまた。